よし。うわあ、やった。危ない。よし。お疲れ様です。始めて2年、3年目ですかね。はい。そうですね、もう最初、初期の頃からずっと来ていただいている方も結構いまして、はい。始めるきっかけはですね、まあ、ちょっと僕が怪我をしやすかったというところがあって、で、まあ、サーブでももちろんこういろんなところを怪我をして、いろいろ試行錯誤をした結果、まあ、この形が、まあ、怪我なく打てるんじゃないかと。いうところがあって、でまあそのコーチをしてレッスンをしている中でやっぱりこう特に男性なんか怪我をされる方が多いんですね。でこれはなんか僕の経験がどっかで活かせるんじゃないかっていうので、じゃあサーブだけ、ちょっとこう切り取って、そこでこう体に負担の少ないでもいいサーブっていうのを目指して、練習してみようっていうのがきっかけですね。そうですね、はい、そうですね。でこのレッスンはまあこう僕が言ってこういうふうにしてくださいっていうだけじゃなくて、こうセンサーを使って、実際のスピードだったりその回転だったりっていうのが分かるので、まあ、そこでこう実際に自分がどれだけ変わったかっていうのをちょっと客観的に見るところがあるのがやっぱり一番皆さんこう実感しやすいところですかね。はい、はい、そうですね。女性の方ももちろん来ていただいて、打ち方っていうのを変えていくと、もちろんその力じゃないので、うん、全然こう改善していっていいサーブを打てるようになると思います。はい、そうですね。そうですね。まあ、個性が皆さんいろいろあるので、まあ、その個性を生かしつつ、まあ、もっと効率のいい動きっていうのがあるので、まあ、そういうところを見つけてもらえるといいかなと思いますね。はい、ありがとうございます。前、体が前行きながら行くと結構こうワイドにボールが行くので、もうどうしても体が残ると多分こうちょっと手先だけになっちゃうんですけどね。はい、よし、 OK、 あー OK、 取ったそのまま、ごめんなさいごめんなさい、うわー、惜しい。今度は松永さん前、お、ナイスだ、おー、よーい、オッケー、はっ、オッケー、おー、ナイスキャッチ、あー、でかかったー、うわー、おぉ、ナイスキャッチ、よっ、そう、オッケー、よいしょー、ボールレスキュー、で中身が、このボトルと、あと専用ポンプ付きは、この専用ポンプが付いてるので、うん、はい、このポンプでこのボトルに空気を入れていくっていうものですね。でよく新しいボールってこうボトルに入って、はい、こう圧力がかかってると思うんですけども、はい、あの状態と同じ状態、もしくはそれ以上の圧力をかけて保存ができるっていうものなんですね。なのでこう最近割と4球入りとかで販売されているものを、はい、もうそのまま、もし2球しか使わなければ、はい、
新しい状態の2球入れて、はい、で使ったものをまた2球入れる。でその形でこう圧力をかけて、また次回プレイする時まで保存してもらえると、次回またこう新しい気持ちで使ってもらえるというものですね。実際ちょっと戻るというか、持ちが良くなる感じですか？はい、そうですね。で、そのボールの中に、まあ、空気、なんですかね、今は酸化炭素、窒素なんですかね、入ってるんですけども、まあ、その中にまた空気を入れ戻すっていう形なんですね。外から圧力をかけて、ボールの中に空気を入れ、押し戻す。という形なんで、こう針とか物理的に穴を開けてこう入れるわけじゃないので、もちろんちょっと時間はかかります。はい、なんですけど、だいたいこう1週間使って1週間また入れておくと元に戻るという形なんですね。すいません、今日暑いんですよ本当に。じゃあ結構割とボールの持ちも良くなって、そうです、環境にも良くなって、実際に、スクールなんかで使ってるボールなんかはもうこの辺のロゴなんかは完全に消えてしまってるんですけど、中のボールの圧力は新球と同じ圧力っていう状態なので、もちろんフェルトがこう傷んでくるとちょっと、まあ、ボールとしては使えなくなってくるんですけども、フェルトがこう傷むところまでは使える。よくフェルトは綺麗なんだけど、ボールがもうペコペコで使えないっていう状態になると思うんですけど、そういう状態を防ぐことができます。使い方としてはそれを入れて、そこから、ここから蓋をして、でここが線になっているので、はい、ここにこの空気入れでこう空気を入れてもらって、そうすると最初こう全然空気が入ってない状態なのが、こうしばらく入れていくと、あります、こうやって空気を入れていくと、こうかなりパンパンになるという、はい、でこの状態で、まあ、また次回使う時まで保管をしていただくというものです。これでボールにちょっとずつ空気がそうですね、入っていってる感じなんですね。はいはい、売ってるボールのボトルは、まあ、中と、まあ、外の圧力が、はい、まあ、大体同じぐらいで、空気が抜けないという状態なんですけど、これは抜けてるボールにも高い圧力をかけて、空気を入れるっていうことができるので、まあ、こういった形でこう無駄なボールを減らしてもらえればなというところで扱ってます。はい、ちなみにおいくら？ポンプ付きで、7800円です。で2本とか2個とか3個こう買っていただくと、まあ、ポンプは1つで大丈夫なので、はい、ポンプなしのものは6800円、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これすごいです。